次は自分の番っすよ。さっきもお前の番で、正幸くんはまだ何もしていないよ。ちょっと待って、危険。ゴブタ選手とランガ、大丈夫でしょうか。一体何が起こったのでしょう。あのバカ、やはりランガの力を使いこなせなかったようですね。あいつ、せっかくかっこよかったのに、あのざまは何なのだ。まあ、ゴブタはゴブタなりにあれでも頑張ってくれていたんだよ。リモルよ、貴様がそうやって甘やかすのはあの者のためにならぬぞ。そうですぞ、リムル様。ゴブタのことをわしも少々甘やかしておったようです。あれで甘やかしてたの。よし、私が鍛えてやるのだ。リムルよ、ゴブタを私に預けてくれ。きっと素晴らしい戦士に育ててみせるのだぞ。ゴブタ、ご愁傷様。